D の複合は、松本清張の長編推理小説。公文社の月間総合雑誌、宝石に連載され、過失訂正の上、1968年7月に公文社から刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。日本各地に残る民族説話の世界と、現代の怨念にまつわる連続殺人事件との複合を描くミステリー長編。 古代史に連載など著者が古代史への造形を深め、また古代史ブームが盛り上がりつつあった時期に刊行され、カッパノベルス版は60万部に達するベストセラーとなった。1993年にテレビドラマ化されている。あまり売れない小説家伊勢忠敬は、天地社の雑誌、月刊草枕の依頼を受け、平吉に伝説を探る旅の連載を始めた。浦島太郎伝説の取材で、 編集者の浜中と丹後半島の網の町を訪れるが、宿泊した既存人間の死体を埋めたという当初があったというが、後に同じ場所からは、第二海流丸と記された木片が発見された。旅は網の神社から明石へと続くものの、以降、取材先の各地で不可解な謎や奇怪な事件が立て続けに発生した。やがて浮上する奇妙な暗号。 伊勢を動かすプランの正体とは、本作の構想の起点となった、明石市立天文科学館、伊勢忠孝流行らない、小説家、練馬区在住、浜中光を月刊草枕の編集次長、船橋市在住、何かと博学、坂口美真子明石市の柿の元の神社で伊勢の出会った、女性、大人町三福在住、 読者として以前の自宅を訪ねるが、二宮健一、月刊草枕の読者、立山駅で伊勢らに会う、成田市在住、武田健作、月刊草枕の編集長、奈良林保元天地社の社長、株と不動産で資産を作った財産家、藤村進京都駅前の運送会社、京雲海湯で二宮と共に運転手をしていた男、 鳥取県東白郡武田村出身。寺市千代美笹温泉の元芸者。本名は山本照子。千葉県出身。木更津人区はおはこ。村田京多美笹温泉の農機具店の住み込み店員。藤村と同じ集落の出身。河合次郎農夫。第二海流丸と記された木片の発見者。鎌野俊秀千葉県。第二区選出の衆議院議員。 二年前に病気で亡くなった、笠間豊次木材会社の常務取締役、元赤間の議員の秘書、大上彦像熱海警察署の刑事、雲野達夫貨物船、海達丸の船長、白石忠介貨物船、海達丸の機関長、松本成長スペシャルデイの複合、1993年9月10日、富士テレビ系列の金曜エンターテインメント枠にて放映。 視聴率18.4%。二宮健一と寺市千代は登場せず、原作と比べて人間関係は簡略化されている。キャストスタッフ、ありがとうございます。